ブロモクロロジフルオロメタンは、化学式 CF2CLBR のハロアルカンである。ハロン1211とも呼ぶ。周素を含むハロアルカンは、第二次世界大戦中に航空機や、戦車用の消火器として用いられた。ハロン1211は、1960年代、中盤に、博物館やメインフレーム、電話交換機室内等の高価なものを収める場所に、 用いるための効率的なガス系消火器として導入された。また、船のエンジン室や輸出用の自動車用にも広く用いられた。消火剤としての性能の良さから、商業用航空機のための消火剤として重要な位置を占めており、また、携帯用の消火器でもよく用いられた。この物質の消火剤としての優位性は、4塩化炭素等と比べ毒性が低いことと、 共有結合物質であるために、導電性のイオンに変化せず、そのため、電子機器にも用いることができる点である。ハロン1211や、類似のフロン類の製造は、オゾン層を破壊する物質に関する、モントリオールギ定書の規定のため、1994年1月以降は、ほとんどの国で禁止された。しかし、回収されたハロン二百十一の利用は認められた、ため、 一部の工業では用いられ続けていた。ハロン1211はアメリカ合衆国でも広く用いられ続けており、その高いコストにもかかわらず、アメリカ陸軍は大きな消費者となっている。しかし、ヨーロッパやオーストラリアは航空、軍事、警察等での一部の利用を除き、全面的に禁止されている。 アメリカ保険業者安全試験所のリストに掲げられた製造業については、ハロン1211消火器は2009年10月までに廃止されることになった。将来の廃止予定については議論中である。ハロトロン愛は大体の消火剤である。ただし、ハロン1211と同じ効果を上げるためには大量に用いる必要がある。また、呼吸器具をつけて用いる必要がある。 ハロン1211や、その他のフロン類の吸入は、心筋の鋭病化を引き起こして、エピネフリン様物質として循環し、アドレナリンラッシュを引き起こす。オーストラリアでは、1994年4月7日午後11時ごろ、ゴールドコーストの10代の若者が、他の2人と一緒にサウスポート公園のハロン1211、消火器のガスを吸入した後に死亡した。この4日前に、 近隣のショッピングセンターから6本の消火器が盗まれたとも報じられており、これが得意なケースではないことを示している。ありがとうございます。